アダムス A to Z ウェビナーシリーズ作業ロボットのモデルを作ろう第3回を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は第3回基本編その3ということですが、どのような内容になるんでしょうか？はい、今回はモデルのパラメータ化と Excel を使ってアダムス解析を実行する仕組みについてご紹介していきたいと思います。まずパラメータ化ですが、アダムスモデル各部の座標などを実際の設計で扱うような設計パラメータに基づいて変更できるようにするための作業です。パラメータ化を使いこなしていただくと、設計工程のより初期段階から機構解析を活用した設計検討がやりやすくなります。また、Excel を使ったアダムス解析については、アダムスエクスプローラーと呼ばれる機能をご紹介します。アダムスエキスパートが作成した機構モデルと、そのモデルから書き出した Excel ファイルを使って、アダムスの操作なしで機構解析が実行できる仕組みです。それではまず、パラメータ化についてお話ししていきたいと思います。そもそもパラメータ化って何でしょうか？少し具体的に説明してもらえると助かります。そうですね。では、ひとまずこのシンプルなロボットモデルを題材に、パラメータ化って何なのかを体験してみましょう。さて、このモデルはリンク1とリンク2で構成されていて、それぞれリンクの長さが 300mm になっています。このモデルをリンク1が 350mm、リンク2が 250mm になるように作り変えてみてください。はい、やってみます。まずはリンク1の長さを変えるので、このマーカーの位置を 50mm 上に移動しますね。それからリンク2の両端のマーカーもそれぞれ 50mm 上に移動して、手先側のマーカーはマイナス X 方向に 50mm 移動させます。ジョイントが移動していないので、 I マーカーと J マーカーもそれぞれ 50mm 上に移動させて、はい、これで作業完了です。お疲れ様でした。どうでしたか？すっごくめんどくさいです。ですよね。変更したい寸法はたった2箇所ですから、2つだけ値を変更したら機構モデルも同じように変わってほしいですよね。そういう仕組みを作るのがパラメータ化と呼ばれる作業です。では、本題のロボットモデルに戻りまして、実際にパラメータ化をやっていきましょう。どういうパラメータ化をしたいか、方針を先に整理しておくと、パラメータ化作業がスムーズに進められると思います。あ、懐かしのポンチ絵ですね。第1回のモデリング作業の際は、各ポイントの XYZ 座標を個別に指定していましたが、これをいくつかの設計パラメータで表現していくことにしましょう。今回のロボットモデルでは、これらの寸法を設計パラメータとしたいと思います。原点は固定として、ここを起点に X 方向、Y 方向へ各点の相対距離としてポイントを与えることにしましょう。わかりました。と言っても、この後は何をしたらいいんでしょう？モデルを実際にパラメータ化していくときは、こういう流れに沿ってやっていくといいでしょう。まずは設計上重要となる位置や方向を表現するためにポイントやマーカーを作成します。そうしたら、このポイントやマーカーの位置がパラメータによって変更されるように定義内容を修正します。この作業がパラメータ化のメインとなります。そしてパラメータ化のベースができたら、機構モデルのパーツや形状、ジョイントなどをパラメータ化が済んでいる要素に割り当てていきます。なるほど。分かったような、分からないような。これもさっきのシンプルなロボットモデルで具体的にやってみましょう。シンプルロボットで言うと、こんな感じのパラメータ化方針ですので、まずは原点と各設計点にポイントを置きましょう。分かりやすいように、それぞれ名称変更をしておきます。いよいよパラメータ化のメイン作業ですが、一番手軽な方法をまずご紹介したいと思います。ここを右クリックして、FX と書いてあるアイコンをクリックしましょう。そうしたら、今回のパラメータ化対象である、ここのポイントと原点のポイントを順番にクリックします。このポイントをこの人を基準とした相対座標にしたいという順番ですね。クリックすると、
パラメータ化の第一段階が完了です。パッと見何も変化していませんが、何が起きたんでしょうか。ポイントの修正画面で座標情報がどうなったか見てみましょう。2点目の X 座標に何か見慣れない式がありますね。このままだと見づらいので、テーブルエディターの表示を XYZ 一括表示に切り替えましょう。このようにロックレラティブトゥという関数が入力されているのがわかります。パラメータ化作業のメインは、このような関数式による座標表現を各要素に入力していく作業ということになります。この関数の意味としては、ポイント・オリジンを起点として、相対座標0、300、0の位置になるようにパラメータ化する式になっています。ということは、この数値を変更すれば、ポイントの座標が変えられるわけですね。そういうことです。そして、この数値を簡単に変更できるように、設計変数を作成して、この300の部分を置き換えてあげましょう。設計変数は、設計検討タブのこちらのアイコンで作成します。設計変数の基準値として300を与えて、先ほどの関数式の300を作成した変数名で置き換えます。テストにしてみましょう。設計変数の基準値を350に変更すると、このようにポイントの場所が50ミリ上に移動しました。でもこっちのポイントは動かないですね。そうですね。そちらはまだパラメータ化されていませんので、引き続き作業をしていきましょう。今度はパラメータ化関数を直接入力でやってみましょう。こちらのポイントを右クリックして、修正画面を開きます。この座標をさっきと同じような関数表現で置き換えます。関数を入力するときは、全体が丸括弧で挟まれるようにしてください。こちらのポイントは、さっきのポイントから X 方向に300ミリとしたいので、ロックレラティブトゥの300、00、先ほどのポイント名のように関数を入力しましょう。この時点で、先ほどのポイントから X 方向に300ミリの位置にポイントが移動したはずです。続いて、リンク2の長さにあたる設計変数を作成して、先ほどの関数の300を置き換えてあげれば、ポイントのパラメータ化が完了します。2つの設計変数の値をいろいろ変えてみると、動作確認ができるはずです。あとは各マーカーがそれぞれのポイントと同じ位置になるようにすればいいわけですね。はい、その通りです。そして、この時もやはりロックレラティブトゥ関数を使います。例えばこのマーカーは、このポイントと同じ位置に常にあってほしいので、ロックレラティブトゥを使って同じ位置を指定しましょう。相対座標を0、0、0にすれば同じ位置になりますね。そういうことです。同じようにして、反対側のリンクマーカーも対応するポイントと同じ位置にします。リンク1についても同じようにしてあげれば、リンク形状のパラメータ化は完了ですね。あとはジョイントのパラメータ化ですね。I マーカーと J マーカーを同じようにパラメータ化していけば OK ですか？はい、それでも OK ですが、先ほどの FX ツールを使うと少し楽ができます。なので、今度はまたこっちを使いましょう。さっきはここのオプションを変えずに使いましたが、今回は変更するにしておきましょう。そして、ジョイントをまずクリックして、一致させたいポイントをクリックしてください。ジョイントが移動しましたね。I マーカーの位置定義を確認すると、ちゃんと関数が入ってますね。J マーカーも同じように修正されています。こんな風に FX ツールを使うと、ジョイントのマーカーを一つずつ修正しなくて済むので、手間が少なく済みます。FX ツールの保持する、変更するの違いは何でしょうか？保持するの場合は、現状の相対位置関係を維持するように位置関数が記述されます。変更するの場合は、現状の相対位置は無視して、
重なった位置になるように位置関数が記述されます。要はロックレラティブトゥ関数の相対座標が現状維持の値になるか全部0になるかという違いですね。さて、では本題に戻りましょう。ここまでの内容でこの作業ロボットのパラメータ化もできてしまいますので、やっていきたいと思います。最初にパラメータの設計変数をまとめて作成しておくといいですね。そうしたら FX ツールの保持するモードで、各点が一つ前の点からの相対座標となるように位置定義をしていきます。ポイントの修正テーブルを開くと、このように相対座標の関数がそれぞれ入力されているので、各数値を設計変数名で置き換えていきます。できました。これでポイントがパラメータ化できたので、次は各形状のマーカーやジョイントをパラメータ化していけば OK ですね。いえ、それがいらないんです。え、なんでですか？まだポイントしかパラメータ化してないですよね。今回のロボットモデルを作るとき、先にポイントを配置しておいて、パーツやジョイントを作るときは、それぞれのポイントを選んで作りましたよね。はい。実は、何かを配置するときの位置指定にポイントを使うと、自動的にそのポイントに関連付けられるように位置関数が記述されるんです。そういったこともあって、モデルを作るときは、まず先にポイントを作っておくと、いろいろと楽ができるのでおすすめしています。ちなみにパラメータ化をするための関数って他にもあるんですか？はい、あります。位置のパラメータ化に関しては、今回登場したロックレラティブトゥの他にロックアロングラインなんかもあります。他にもたくさんありますが、この2つが使えればだいたいこと足ります。また今回は扱いませんが、ジョイントの Z 軸の方向をパラメータ化したいというような場合は、方向のパラメータ化が必要になります。方向のパラメータ化関数もたくさんありますが、オリレラティブトゥとオリアロングアクシスが使えれば、だいたいこと足ります。どんな関数があるのかは、エクスプレッションビルダーで位置、回転、カテゴリを見ていただいて、使用例をオンラインヘルプで確認していただくといいかと思います。なお、ただの宣伝ですが、今回扱ったようなモデルのパラメータ化の作業や、さらに踏み込んでパラメータスタディや最適化の手順を学ぶことができるアダムスビューアドバンストレーニングというものをご用意しております。お申し込みの際にアダムス A to Z を見たと書いていただいた方には、おお！やっとくに何も特典はないんですけど、ぜひ受講をご検討いただけますと幸いです。